11分になってます。続いてた。メンコにさ、食べさせるっていうか、食べが少なくなって、まだ食欲あるうちからやった方が絶対いいですよ、うん、これは。体重多分維持されてないし、うんちもちっちゃいのが出てるんじゃない？草。なんかなんかバラバラ。だから大きいのもあったり、ちっちゃいのもあったり。そうですね。うん、最低100個は出なきゃダメだもんね、20時間で。うん、結構元気な時にするでしょ。しますね。今は100もないんで。慣れたね。慣れたかな。慣れたね。いけそうかな。いくね。カラでちょっと見せてくれる？あ、飲食でもいいね。あ、飲食で、はい。次の店行くよ。うん、目見せられるのに。どこへ行くの？どこへ行くの？うん、さっきよりさっきはこうやって丸いやつだけど一本でやってますね、本当に。慣れた？早いですね、慣れるのが早いですね。動物ちゃんは慣れるの早いんですけど、うん、人間の方が慣れるのは遅い方なんです、うん、誰でもそうなんですけど、うん、若い人は何て飲み込み、それとちょっと足裏にしてゴロンできるかな、ゴロンして。そう、こういうとこはね、食べるの少ないと免疫力落ちてくるからさ、うん、赤くなってきちゃう。本当ですね。測定皮膚炎って言うんですけど、これは保湿剤とティーツリーオイルなんですけどね、うん、はい、はい、ティーツリーオイル、はい、で、これね、シャークの保湿剤刺すよ、ごめんね。もう瞳孔開かせる薬は1回だけね、1回だけ、ね、そんなしょっちゅう刺しません、うん、多分 2、3日効いてるはずなんで、あ、そんな長くはい。はい、じゃあ残りちょっと食べて、うん、手が1本しか出てこない慣れたね。まあじゃあ薬は1週間分出しますね。で、この注射器、この注射器は2本、こっちも2本、はい、それからさっき言った流動パラフィンっていうこういうの垂らすやつね、うんうん、それもちっちゃいの1本出しておきますから。はい、ありがとうございます。で、使い終わったらとにかく石鹸使わずにお水を入れて洗ってください、はい、で洗い終わったらもうすぐさこういうのつけちゃってください、流動パラフィン、はい、そうすると次使いやすいと思いますので、はい、どうした普通に前に出てきて、よかったよかった、何だ、あ、足が滑るのか、踏ん張りがちょっと弱くなってる、そうそうそう、ここにまだ点滴が残っちゃうの、このここも重いんですよね、そうそうそう、近くにあるからそれが重い、ラクダさんみたいになってるんですけど、これがなくなれば多分トコ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 歩けるようにはなると思うので、こっちからこうやって多分行くと思うので、はい、点滴さんでした、何だあれ、本当に何だ、何だ、怒らなくなったね、怒らなくなったね、怒らなくなったね、上手上手なので、はい、まあもしこの子が噛んじゃったら、うん、叱ってあげる、怒ってあげる、はい、で、この子がもし噛まない状態で点眼も頑張ったとか、うん、こうやってご飯食べてる最中は褒めてあげる、はい、殴って褒めてあげるのが一番、うんうん、ベストなことですね、うん、だからご飯食べたりチムシ食べてたりとかすると、えらいねと褒めてあげると、はい、あ、もうちょっと食べようって言って、うん、ね、力がつくかもしれないし、
そうこのさんね、この初めての俺には。うん、いっぱい食べてくれ。もっともっとこぼすくいっぱいいますね。ああ、そうなんですね。肉分は、まあだからこう、ちょうど目盛りが ついてるから、一目盛り。多くて二目盛り。そう、一目盛りから二目盛りぐらいで止めて、もぐもぐしてるから、ちょっともぐもぐ終わったらまた次行くという感じがいいかもしれませんね。こういったぐらいできる。ない。もう食べて、10か2かぐらい。まあ、こっちで、こっち、はい、親指でここの方を当てるイメージで、ね、今もぐもぐしてるけど入れちゃうよ、タイミングなくなるから、うん、出てきた、いっぱい残ってた、いっぱい残ってた。なのでちょっと入れにくかったらちょっとここの中をちょっとほじくってあげて、はい、うん、そうすると出てくるので入れるよ。いいよ。何があんのか。モルモットさんでも大変な子は大変なんですね。うん、暴れる子は暴れるんですけど、ポリポさんの子はあの暴れることもなく。最初は私もあの先輩とかにこうやって体を持っててもらった状態でやらさせてもらってたので、はい、どうやったらあの一人でできるんだろうって考えつつ、で実践したら、あ、これのやり方いいじゃんって思って、もうこの自分に引き寄せてあげる、でこの子を気さくかすれば、モルモットさんもひなちゃんも、うん、安心すると思うので、体から離れちゃうと多分。この子もゆったりできて体が動いてしまう。ああ、確かにそうです、うん、でやりにくいっていうのがあると思うので、なのでこのお目に隠してもらったらこの左でこう押さえる、引き寄せる、はい、いやだごめんなさい、こんな感じで言ってもらえれば固定しやすいと思いますので、